special luck. It is a brand new luck. Bad, bad luck. This is evolution luck. 気をつけなあんたは背中に狙いを定められてるかもね。そんなこと知らねえ、好きにやるさ。戦う暇などないが。Everybody special velocity lock this brand new beat. This is music mashup the nation. This is music cause a sensation. Turn your map, turn your pop. Everything's gonna be alright. わかるだろう、あんたたちには gonna be alright.神谷町 MT ビル、神谷町4番、4B 出口です。でも、モンショーなど発見、はい、ぜひお願いします。了解です。どっちが受け付ける？ 20じゃない。行き先ボタン、あれたらもうすぐそうだったらどうする？とりあえずなんか20回まで入れてもらえたね。いや、もうここに来たら行っちゃった方がいいね。行っちゃった方がいいね、うん、聞いちゃう。今の取材の申し込みでしたいんですけど。あ、すいません、あのピープルパワー TV と申しまして、あのアポイントなしでの訪問なんですが、あの取材の依頼をさせていただきたいような場合、あのどうしたらいいかなと思ってちょっと来てみたんですが、ご担当になられる方いらっしゃいますでしょうか。はい、ピープルパワー TV と申します。はいはい、一つはですね、水道民営化問題に関する取材なんですけれども、あのどなたかもしお分かりになる方がいらっしゃったら、はいはい、あ、そうですね、ツイッター取材受けてるので、あ、そうですか、はい、あ、すみません、頂戴いたします。じゃあなんか改めて取材申し込みしても特段ちょっと難しそうですね。はい、すみません、わかりました、はい、ありがとうございます、よろしくお願いします。はい、ということで取材拒否されてしまいました、はい、ロスチャイルドジャパン、ロスチャイルドジャパンさん入ってるビルが神谷町 MT ビル、 MT というのは森トラスト、森ビルでございます。森トラスト、森トラストは袋のビルの、いや、そうです。森トラストは愛知県有料道路のコンセッションに入ってますね。さてさて、まあね、長県散歩の、はい、解説編ですね。はい。ですね。うん、まあなんか遊んでる感じばっかりじゃなかったのかという。まあね、今、正直ね、自分で編集しながら、これはどう見てもただ散歩して遊んでるなとしか、まあパッと見、そうしか見えないのかなってちょっと思ったりもするんですよ。はい。じゃあ、ロスチャイルド行ったりして、その後どうなるのか。うん。うん。どうなるのかっていうと、まあ一つは、水道民営化問題で出てきてる、はい、ベオリアの前でデモやろうっていう話と、うん、もう一つは経団連前デモを夏までにはやりたいと、はい、そうだね、うん、まあ、今年上半期の目標ですね、最重要ミッションとして、うん、はい、なんか誰が敵なのか、うん、なんか敵っていうとちょっと言葉がきついかもしれないけど、うん、何が悪くて世の中おかしいのか、うん、その一つには日本の場合経団連が残念ながらあります、うん、これなんかほぼ間違いないと本当に私も思います、うん、あの世の中のね、うん、上に立つっていうか、なんか人々を導くような人たちは、うん、本当にみんなのことを考えてください、うん、考え直してもらわないとね、考え直してもらう。いや、その水道民営化とかって言って、うん、フランスの会社に委託してる、うん、
知ってるでしょ、経団連の人たちも、うん、知ってて、もうよ、グローバリズムだからいいんじゃね、うん、いや違うでしょ、あんたら日本人じゃね、うん、いやそれでもし本当に経済のトップだって言うんだったら、うん、考え直せ経団連うん、トリクルダウンとかね、もう寝言だって飛んだの、ほんと、あれです。うん、無理だから、それは、ほんとに、うん。実際に、庶民の暮らしは悪くなってます、うん。それを知らないんだったら、どっちみち、ビジネスもうまくいかないから。そうだよね、ほんとね。だって、いかないよ。支払うことができなくなった人からどうやって金取るんだって話で、そうだよ。もう僕たち、そんなのもう無理だってところまで多分来ちゃってるからね。はい、やっぱり経済の問題っていうのはみんなのことなので、うん、この我々の上半期の目標、うん、経団連前でデモしよう、はい、でその裏側にいるグローバル資本、うん、ファンド、金融家みたいな人たちが本当にどんな悪さしてんの、うん、っていうことを、ロスチャイルド問わず、うん、追求していこうと思うこの1年でございますですね。あとまあ、はい、去年は安倍のせいだって歌を歌ってきたんですけど、今年は、そうね、まだタイトル本決まりじゃないですけど、まあ、とりあえず平蔵ってやつを、はい、あの平蔵、はい、まあ今もう8割方できてますんでね、それでやってきますんで、はい、てな感じで、なんだってできました、ピープルパワーで Amazing Grace How sweet the soundThe saved a wretch like me, I was lost, but now I'm found, was blind, but now I see.